はい。それでは、えー、本日のテーマですね。えー、論文合格発表から見る、便利試験の最新動向ということで、えー、レック専任講師の宮口がお送りいたします。どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。はい。レジュメの一応コード番号ですね。MU23037 でございますんで。 もし何かない人は言ってください。このコード番号でございいますはい、じゃあですねえー、っと担当試験なんですけどねあまあ担当試験はもう5月に終わってあ6月にはもう合格発表が出ているんですけど一応ねあの担当試験論文試験、えー、まあ後日は今ね現在進行形なんでまあちょっとね結果が分かんないんですけどまあほぼ全員受かるでしょうね。 はいまあ、ただね、担当試験なんですけどね、ちょっと読んでみましょうか、合格基準、足切り制度、まああの、平成28年ぐらいからこれ、導入されてるんですけどね、担当試験のボーダーはあー60点中39点ね、ねちょっと赤ペンでも使おうかな。 はいまあ、重要なのはですねまずあの39点これが、ね、安定していると、えー、変わらないですね全く変わらない不動の安定さを誇っていますなのであの上4方に強い人はねあの原則あもう上4方で8割取れるので、ね、上4方に強い人はもう原則、ね 8割は取れるので下3方はあのー、たった7点でいいんですよ。ね ?32+7 で。ああしかしながら平成28年あた、うん、担当本試験からそううまくはいかなくなったちょっと黒アンダーラインか青あんだらにするねよくねえ話だから。ああどういうことかというとね ああの特日の合格基準点があ20点中8点ね。はい、で、えー、衣装は八点あ、違うわ、衣装は4点ですわ、4割だからね。で、商標も4点です。条約4点、貯負貯蔵はね、5たす5で10なんですよ。で、そのうち4点。はい、なんだそ、そんなね、余裕で取れるわと。ね。あ で先ほどのケースあの、下三方で7点という話ね、あこれはね、これですよ、あのちょっとオレンジエヌ、ねえールね、下三方においてたった7点でも受かってこれたわけですという話、先ほどのケース。ーで、言えば、あの条約と貯蓄の,あのいずれか、本当に7点だとするとよ、3プラス4じゃん。 なので、えー、条約と著作のいずれかが3点以下ということになるので不合格になるんですよ。えーまあ、だからトータルで39以上取れる人がね上4方で引っかかるなんてことはまずないと思ってよいでしょう。ね、39取れる人はよ、ね、だから上4方で足切りの人もいるんだけどそういう人はね 全体も良くないわ全体的な点数もねああですからね合否の鍵を握るのは貯腐ですねうんそうですよ貯腐ですわまあ下散歩はねあのやっぱり下散歩をねあんまり軽視するとねよくないですよああねこれちょっとあわんだら、ね、下散歩の軽視は危険ですああ特に三親組の人はね あの気合入れて勉強してほしいですね。はい。で、その対策なんですけどね。あの。まあ、担当試験と論文試験はちょっとね、作戦変えた方がいいですよ。ね、全部、あの、なんか、こう。あ作詞定規的にね、同じ対策を打ってるとね、受からないですよ。はい、まず条文の、正確な理解ですね。担当試験では、条文の重要ポイントを聞いてきますが。 まあそらそうですね重要ポイントを聞かないとい意味がないですからね、あの重要ポイントね、それはそうです。ただね、そのポイントがあの、条文の文末表現だったりするんですよ、えー。このタイプの問題ではね、覚えていなければ手も足も出ないと、ね、したがって、まあ、ある程度、正確に暗記することは必要なんですよ。どういうことかというとね、あの守護術語ですわ、守護術語。 ねちょっと今、私が適当にあの思いついた条文なんですがあ特許法の48条の7っていう条文があるんですよ。ででこれはねね審査官が主語なんですよ、ねうん、要するにあの、えー、と特許名最初に文献公知、公知文献情報を記載義務という義務があってそれに反するとねあの通知をするんですよ、審査官がね。あ でその審査官がおい、書いてねえぞということで通知してくるんだけどさあ、文末がマストだったのかマストっていうのはその通知しなければならないのかそれとも通知することができるのかっていうねそういうところで聞いてくる場合もあるということですよ。ねで、ちょっと私、あの間違ったことを教えるとまずいんで一応答えというか条文見るけどね48号の、ね、7の文末はね CAN です、ええ、あの見ないで今答えたよ。で、見てみますね。はい 見ましょうか、48条の7ね、ほら見てください、審査官が主語でしょ、で、分末できるでしょ、そうなんですよ、そ,そして次なんですけどね、まあ、対比の対象となる条文が、この50条、ね、これ審査官が主語でしょ、審査官は拒絶流通知を、まあ、しなければならない、まあ、意見書提出機関を与えなければならない、ほら、これマストじゃないですか、キャンじゃないですよ。ね、だからやっぱり その一律じゃないんですよ、文末ができるだったりしなければならないだったりね、あのやっぱり条文ごとに違うんですよ、ねまあ、だからそういうところを覚えてくださいということです、はいで。あとね、パリ条約 p c t トリップス協定はねあの、これまたね、くだらないところを聞いてくるところ、く,くだらなくはないんだけど、あのまあ、に国語の試験会をみたいなね、 あの要はねまたはという接続詞英語で言うと「or で、はい」ですはいであのおよび英語で言うと「and」ね <laughs> こういうね接続詞レベルで聞いてくることもあるんですよあそう私の印象だとねトリップス協定でそれ多いですねまたはおよびの接続詞レベルで聞いてくることが多くですよねだからなんかね間違ったら腹が立ちますねこんなこと聞いてくるなよみたいなねうんでもね あのされど1点なんですよ、皆さん、これで泣く場合もあるんですよあ、ね、例えばね、よく出るやつがあるんです、大体決まってるんですよ、えー、っとね、ちょっとあの私も自分の実力で答えるよ、トリップス協定のね、あトリップス協定の31条の、えー、IJ、これがよく出るんです、でそこはね、えーっと、またはです、えー、でもね、そこをね、お呼びで出してくるんですよ。 ちょっと見てみましょうかねトリップス協定というのはねあ正式名称は知的所有権の貿易関連の側面に関する協定っていうんだけどねはいそういうのをちょっと31条のね ij を見てみますよ、うん、hij はいまずねあ,あの ii というやつはいこれねちょっと意味わかるかなこれはい。 他の,他の使用の許諾に関するあ決定の法的な有効性は加盟国において司法上の審査、これですよ、または、ほら、ね、司法上の審査、またはって書いてるでしょ、ほらで、他の独立の審査、ね、過去はちょっと飛ばしますが、えー、あ、それで終わり、えー、他のお独立の審査に服するってあるでしょ。 で、えー、次のね HIJ も見てます、似てるんですよ、他の使用について提供される報酬に関する決定はかあの加盟国において司法上の審査、ほら、えー、っとこれ、またはね、えー、他の独立の審査に服する、ねつまり何が言いたいかというとね、ねここの接続書をねおよびで出してくるんですよ。えー こういうねくだらないところで丸伐を聞いてくるっていうかねああでもねこれちょっと意味的にはねその最低通常楽しようって最低日本我が国で言うと最低通常実施権のことなんですけど、まあ、特許集めを実施させてくれ、えー、でそれに対して実施許諾するぞっていう側両方いるわけねだから許諾させてくれっていうのはあのお金を払う側ね じゃあしょうがない実施させてやるかこれお金もらう側ねでそのお金が高い低いで揉めることはあるんですよ、うん、でこの HIJJ の方はこのお金の問題だと思いますがね違いますか <laughs> あほら報酬って書いてあるね報酬ってあの我が国特許でいうと対価という表現になってますけどこの報酬が安い高いをめぐってね争いが生じるんですよで日本ではね 特許法の183条という規定があってあの、訴えなんですよ。だから、この司法上の、うん、審査に該当しますよね、訴えだから、ええ。で、この他の独立の審査って何かというと、これはですね、我が国でいうと、行政不服審査法によるあ、えっとね、正式名称、行政不服審査法の規定による審査請求なんですよ。ね、だからあのやっぱり 区別しないといけないいいとけ訴えは裁判所に対して行政不服の方は行政庁に対して、ね、でそれが「オアなんですよ。これがねあの安堵だったら困ると思いませんかええ。で困るかというとねだから我が国のその,そのなんだ特許法の183条にしてもよあれは対価に不服ある時にはあの訴えを提起できるって書いてるわけですよ。 あれちょっと待ってよとこっちの行政不服の方がないじゃないかっていうことになるじゃないですかだからそういう意味でもねこのここが、えー、この接続詞がねオアーになってることが都合がいいんですよこれが安堵だったら我が国特許法の183条の訴えしかないっていうのはトリップス協定に違反してることになるんですよ両方認めろよとねそうでしょだからね分からない時はそういうふうに理屈で考えるっていうのも手なんですよ ね、私、今、理屈で考えましたよね、これが安堵だったら困る事態が生じるぞみたいな、ね、これもまた現場思考力の一つなんです、ね、暗記してるに越したことはない、でも暗記してない場合には、今のように、あのリズメで勝負すると、ねはい、ということです。あのでもね、まあ、最初から覚えてるんだったら、それに越しようとないからね、普段からこういう考えで臨んでください。 いつ、誰が、何を、どうするというね。あの条文も、大体、まあ、全部が全部ね、網羅はしてませんけど、あの、大体、いつ、誰が、何を、どうするというのはね。あの、書いてるんですよ。ね。はい。まあ、だって、さっきのほら、シワナの四八の七の通知だってさ、審査官は、ね、あの、文献知、コーチ、コ文献の情報が記載されてない場合には、ね、あ、通知を。 することはできるるいいいいううねほらいつ誰が何をどうすすいい書いてますよあ、はい、でそのためにもあのレックが出しているちょっとこれはどうしようかなピンクで塗ろうか、ね、体系別問題集があるんだけどこれはねちょっとまだ出てないですよ残念ながらねあ,のあと2ヶ月ぐらいしたら出るんじゃないかなはいで、えー、これは出てます、えー、戦略的なね過去問対策である 担当レボリューションね、これはもうあれですよ、えー、上4歩はね、もう全部私、収録完了しました。だから、特にもう上4歩だけでもね、ガンガンやってください。法改正に対応します。ね、ばっちり対応しますよ、R5 改正に、ね、R5 クール5にあの対応しますんでね。えー、そう、あとね、料金納付などの無味乾燥な条文ね。あ要するにねその あ理解するにあたってね、やっぱりその、リズムで勝負するというのは大事なんですよ、理由づけを考えたりすることって、でもね、こういう、なんていうのかな、しょもうそういうことがね、えー、考えてもしょうがないね、あの無味感想、えー、例えば、えー、特許量は、えー、いくらであるとかね、そういうのはね、もうどうしようもないですよ、その理由考えてもね。 うん、まあだからまあいくらっていうのはそもそも出ないけどね出題者も分かってますよそんなこと聞いてもあんまり意味がないと、うん、でもねこういうのは出るよ、えー、特許査定をも,、えー、もらいました特許査定当本が来ましたさあいつまでに特許料を払わないといけないかこういうのは出ますよ、えー、だからやっぱりねその無味感燥な条文もね、えー、その条文の文言をマトリックス化しというかあの図表図表でまとめる。 マトリックス化すってあの表にすることですよ、ねえーいつ。それこそいつ誰が何をどうしたというのを表にして、ね、分かりやすいようにするんです。あるいはよく論文で書くあの主体客体磁気手続きね、うん、ああいうふうにまとめてもいいわね。はいさあそしてねあのこれ重要ですよ皆さん大体ね落ちる人ってね過去問1回しかやってません。はい受かる人っていうのは、ね、最低限 3回繰り返します、えー、やっぱりこの法則はね、あの見て取れますね。と、えー、いうかね、最低限2回は絶対やるべきなんですよ。これマストです。えー、で、なんであの、うん、2回やると、ね、いいかというとね、はい、ちょっと理由付けね、2回繰り返した時点で、正解できる問題と正解できない問題がはっきりしてくるんですよ。えー、あの1回じゃね、分かんないです。なぜかというと、 あの適当にやって正解するのもあるからねで2回やって2回とも間違ったといことはそれは間違えるってことですよ2回ともやって2回とも正解するってことはもう大体正解しますだからそこでもうあのできるやつはやらなくていいできるんだからねだから2回やるとはっきりしてくるってそういうことなんですよなのでん3回目赤アンダラインね3回目はちょっと青アンダライン青蛍光ペンでもいいその正解 できなかった問題のみをおピックアップしてあのそ,の、えー、その問題に含まれる5つの枝のうち迷うもの、ね、これも青ペンか青蛍光ペンがいいねあの迷うやつね、えー、もののみあの解説、条文、基本書を見て徹底理解に努める、これはあかんだね条文。 あかあ解説条文基本書など基本書というのは青本などねそれを徹底理解に努めるとそれを見て、うん、でいきなり最初から、ね、枝ごとに見ていく受験生が受けられますがこれネガティブに俺捉えてますから青アンダーラインねなんかねいきなり厳密にこうあの非常に綿密にやっていく人いるんですよそのような勉強法はあの1回通すのがやっておりあの1回もいかない可能性もあります 綿密すぎて、うん、であの結局ね自分の弱点がわからないまま進むのであ進んで受験することになるので結局ねせっかく同じ問題が出されているのに過去問とあの間違うんですよ。ええー。ねわかるでしょだから1回だけやっってて望むっていう人が落ちる理由はここなんですよ、うん、弱点がわからないままもう望んじゃってるから。ねうん。 あのであるからこそ3回繰り返せと私はね言ってるんですよ。ええ、でその時にねあのちょっと教えますけどねあここに書いてるわやり方あの自分にやったあベストな活用法ねとは言っても見つからない人もいるでしょうから参考までに一つ紹介しますね例えばねあのそうはね色分けすると分かりやすいかな例えばね自分にとってもう超簡単な問題ね ああ自分にとってですから他の人にとってはどうでもいいんですよ。ねあのほら根拠も含めて確実に100%答えられる自信のある問題これを A ランクにするんですよ。えこれはあのどういうことかというと丸ももかかるるし根拠条文さっき俺がほらあのね487の,の具体例を言いましたけどああこれは分審査官が死語で文末はキャンだと根拠十文4 8の7だとほら。 ここういうふういふに全部言えるこれ A ランクなんですよ、ね、じゃあ次行きますよ。あ、A ランクとします。はい。じゃあ次ね、あのー、オレンジいきますわ。えー、っとね、根拠上分は言えないけど、丸×はもう確実に言えると。これ、B ランクなんです。ね。ちょっと根拠は分からんな、あと忘れしとんなみたいな。でもね、絶対これはもう丸だとか、×だよと。ね。それはもう B ランクなんですよ。 でこれは、ね、下散歩はそういうのが多い、下散歩。なんでかというと、俺も、ね、あの家のやつ多いよ、あの特に PCT は、うん。だってね、PCT は、ね、あれ規則から出るもんね、さすがに、ね、あの覚えてませんわ、規則は。うんまあ、メジャーなのは覚えてるけどね、ね PCT 規則の90の 2.3A とか、そういう、ねあのま、メジャーなやつは覚えてるけどさ、さすがにね、こまごましたやつは俺も答えられません。 うん、あのチョフもそうですね、あのチョフはあのー、なんていうかね、えー、答えは出しやすいんですよ。ところが、あのーし、やっぱね、マイナーな判例とか出してくるんですよ、俺もしないような、それはね、いいです、別に、答えられなくて、バ×っていうのがこう肌感覚的に分かればね、それでいいんですよ、幸いなことに、あのー、チョフは一つ選べしか出ないので、あのいくつあるか問題が出ないので、 楽なんですよ、うん、なんか全部わからなくてもこれだっていうぐらいの感覚で持っていけるんであの B ランクで十分です下散歩は上はねやっぱり口述試験とか論文試験を意識すると A ランクまで持っていった方がいいけどねあの下散歩は B でもいいよはいで次ね次はねあのもうね迷ったら C ですはいちょっと黄色で塗るけどまあ黄色って本当はいい,い,い場面で使うからね本当は使いたくないんだよね 〇×バツで、ううって迷ったらね、もう、あの、迷う時点で C ランク。で、これはね、あの、正解したか、間違ったかは関係ありません。ええ、迷ったら C ランクにしてください。自分に厳しく。だからね、ここで自分に厳しくできるかできないかが合否の決め手になります。で、自分に甘い人は、迷っても、正解したから、例えばあの B とか A にするんですよ。ここが合否の分かれ目です。やっぱりね、 受かる人ってこれはねあの何ていうかね論文でも言えるんですよ面白いもんでね自分は落ちると思ってる人は受かるんですよ、ええ、で自分は受かると思ってる人は大体落ちますこれはね毎年そうなんですよだからね受かる人って基本的に自分に厳しいんですよ、ええ、で自分に甘い人はやっぱ受からんねなめとるというか、うん、そういうもんなんですよ もう本当です、これ。まあ、女性なんかもね、私のところに相談してきてね、もう悔し泣きとかしてますよ。でもね、悔し泣きして、もう絶対落ちますって言ってる人に限って100、100%受かります。100%ですよ、9割とか言いませんよ。ええ、あの泣いてきた人100、100%受かってますよ。はい、マジでこれ。はい、えー、っと、えー、問題文は理解できるが、あの求められている、あ、これ、青ね、もうね、 これはもう難しいと。ね。あのー、なんていうかね、問題文何言ってるか分かるんだけど、うわ、答え出せないわ、みたいなね。うん。はい。これは迷いどころじゃないですよ。もう鼻から難しいと思うような問題ね。う、え、ん、ー。もう自分でも、あ、知らないところ聞かれたな、みたいな。わかるあ、明らかにこれ、知らないところ聞かれたわ、みたいな。これ、D ランク。はい。で、まだあるんですよ。 もうね問題文すら何言ってるかわからないと。ほら、ちょっとムラムラムラサギね。まあ、皆さんね、もうムラムラ着てる人もいるでしょうから、ね、ムラを使います。ね、問題文すら理解できない、えー、超難関な問題もあるんですよ。ね、うん、これはね、まあ、なんていうか難しいというかね、問題自体が悪い可能性もありますけどね。私の言い方ると BP、BAD PROBLEM ね、うん、BAD クエスチョン。 あのー、その可能性もありますけどとりあえずねえー、っとー、e、ランクというか俺はイプシロンにするんですけどね <laughs> イプシロン <laughs> はいさあそれでねいいかあのー、もちろんね1回やって諦める必要はなくてはいあかんじゃないそれで繰り返していくうちにすべて A ランクまで持っていけたらもう理想的ですわねでもそこまでいかなくても大丈夫です A, A か B であれば受かりますええ この、ね、勉強方法を実践してる人に私、あの聞,聞くんですが最終的にどうだったってちゃんと実践してる人ってほぼ100%受かってますよ、このやり方でやってる人は、うん。だからこれやってない人が受からないんですよ、逆に言うと、A、あのこだわりすぎて1回やるかやらないかぐらいの人とかねうんやっぱね、これあのはっきり言いますわ、便利子になってからも多分適性として向いてません。 えー、あ,のあまりこう几帳面すぎる人って実は便利しには向いてません、えー、なぜかというと我々の仕事ってこなす量が半端じゃないんですよ <laughs> だから綿密にやったらねまあ俺もそうですけどあのまず一日でこなせる量というのがもう少なすぎてねお話にならない、うんね、例えばあの特許工報ってあるじゃん あれもね、なんかあの実務になりたて,、ね、ての頃はね俺あの一見読むのが精一杯だったですよ。ね。<laughs> でもねあのそれじゃ仕事にならんなっていうのが分かってもう今じゃね何十件と読めますよ1日で、うん、まああのその代わり厳密には読んでません、うん、あの例えば国際分類とか F タームとかそういうのもこう手がかりにしながら大体どういう技術なのかっていうのをねあとほらこの企業だったらこの技術とか大体たい。 前知識もないとねだめだけどねそうするとねある程度分かってくるんですよでその企業って大体似たような質問ばっかりやってるからねその傾向もつかみながらという前提でいくと何十件って読めますよはいえっ、ー、といかがでしょうかぜひとも、えー、本書を活用いただき本書って何ですか <laughs> 担当本試験をぜひともあ突破してくださいまあ本書って多分あの体系別問題集とか単レボとかそういうことでしょうね ああとの担当向けの講座やってますよ、私がね。でもちろん入門制だったら担当基礎力完成講座というのがあるんだけどこれはね、ちょっと今,今の時期担当基礎力完成講座取れとは言えないわ、これ入門から取ってないとねセットでしか取れない講座なんでそれはちょっと置いといて、まあ、中上級のですねあの担当エフィシェント講座というのがあるんですね、えー、これはねもう担当だけ取りたいという人は、まあ、一応できますからね。 ただ、担当だけ受かればいいじゃ済まされないんで、まあ、担当と論文セットで、ね、トータルサポートコースっていうのを取ってほしいのはあ,のありますね、ええ、ただ私のこの、私の中上級コースであるその担当エフィシェント講座はあの去年までは担当エミネント講座という名前でしたので、まああのまあ、マイナーチェンジって感じなんですよねフルモデルチェンジではないんですよ。だから、まああの まあ、似てますそれはねあの、一問一答集も、あテキストもね、まあ、似てるといえば似てる、ただあの一新してます、ね、法改正にも対応してるしあの、エフィシェントっていう名前の通り、より効率的にこの,あの抗議できないものかっていう視点から私はね、日々、この追求してるんですよ、ええ、どうやったら効率的に教えられるかとで、どうやったら効率的に学べるかという2つの側面に立ってね、毎年毎年、 あのシェイププアップしてますよ、うん、講座自体が、うん、いい意味で、ね、あの人間に立てるとライズアップで体脂肪率がねブヨブヨしてたのが、まあ、1桁台になるみたいなねそんな感じになってきてるんですよ、ね、で私自身は体脂肪率がまだ2桁台なんでね、えー、まだまだ鍛え方が足りないかなということですねいや先生そんな話はどうでもいいから早く温水路線に戻ってくださいと確かに。 はい。じゃあ次、マリオン。妥当なあ講座を受講すると。妥当な講座ね。そうなんですよ。だからね、妥当の逆は何ですか不当なですよね。だから不当な講座を受けたら落ちるんですよ。<laughs> ね、えー。妥当な講座をお取りましょうと。ね。で、担当レボリューションはね、あの、革命ですよ。ね。その名の通り。えー、スタートからもう何年もね、 続いてるですね最初はねエボリューションだったかな担当でもほらどんどん革,革新的にね進化していって今では革命です、ねうん、アルティメットなあの担当革問対策ですよ、ねうん、だからねもうあの過去に単期とか担当エミネントとかを受けた人はねこの「単レボ」がいいと思いますよ、うん、っていうかね「単レボ」だけでその 1, 人目1年目ですよ 1>, なんかあの1年目ね適当に受けたら9点しか取れなかったっていう受験生がいるんですよ。ね、で2年目にその人ねしょうがないですよ遠方の人だね期間講座ちょっとあの通うのが大変だということで単レボを取ったんですよ。そしたら次の年ねあの43点ですわ9点から43点ですよ。えー、で受かりましたよねまね、あ、受かったけど論文がどうかな今論文の結果待ちだけどね、えー、受かればいいけど。 あ,あ、論文終わったよね。俺のところに結果報告してないから、ダメだったのかもね。<laughs> よく考えたら来てねえよ、かる、うん。でもあの喜んでてよ、担当の時はね。9点が43点伸びました。単純のおかげですって。うん、はいじゃあ次、担当ね、エフィシェント講座。皆さん、エフィシェントって意味わかる効率的っていうことですよ。いや、そんぐらい分かりますと。ね そそそうですよそんぐらいの英語わからんとね弁理士としてやっていけませんよはいインプット系見開き重視テキストそうなんですよ私ねやっぱね見開き重視っていうところにこだわってるんですよテキストってなんでかというとね俺自身が受験生の頃さこう勉強しててなんやめくらないかんのかっていうのはもう嫌いだよね、うん、こうやってこうめくったり戻したりめくったりねそういうのね大嫌いなんですよ俺、うん、だからやっぱり自分自身が嫌だからこう見開きでこう ワンセットで知識がまとまっているとこういうのをね追求してるんですよ何気に何とも思わないかもしれないけどあのあの取った人なら分かると思いますああ確かにみたいな見開きで完結するみたいなそうなんですよただね100%完結してるかというとそうでもないやっぱりこうあのすげえ多い一つの条文で多くの知識みたいなところはねどうしても次のページにまたがったりはしてますけど極力見開きにしてますね それって大事ななことなんですよあとね、英語版一問一答集ね、これいいですよ、皆さん。うん、で、これはね、あのー、なんて言ったらいいんでしょうね、えー、っと、前者ってこれのこと言ってるのはな、前者だね、だからピンクで塗るわ、インプット系、見開き、重視テキスト、前者はディテールなレックテキストとシンプルなミアレジをね、見事に融合させたものなんですよ。ええ。 だから1年目の講座を取っている人なら分かるけどあの担当基礎学館生講座で使うあの担当アドバンステキストってあるじゃないですかあれって、ね、すげえ詳細ですよ、詳細よく言えば、ね、でも、ね、詳細すぎて、ね、ちょっと、ね、全部集めるとこんなもんですよ、ね、だから私は、ね、これあのまともに退峙すると、ね、カリキュラム通りに進まないから ミアレジっってていうコンパクトトななテキストもあの併用しなくてやってるんですよ、ね、あのレックのテキストの方が教えやすいところはレックを活用し俺のミアレジが使いやすいところは俺のミアレジみたいにね使い分け取るんですよでもそれってさよくよく考えてみたら一緒にならんかのって感じじゃないそうそれがエフィシェントテキストなんですよつまりレックの担当アドバンスとミアレジが融合した まさに理想のテキストなんですよ。だからエフィシエントなんですよ。効率的なんです。ね。はいで、後者後者はね、黄色で塗りますか。ね。英語版一問一答集ね。後者はいつでもどこでも気軽にあの丸バきチェックができるコンパクトな問題集なんですよ。ね。はい。ということで、この2冊だけでやればいいという発想に基づいてます。ね。 あ,のあれこれ配られてもかさばるでしょ、えー、あのだからねやっぱりねあの多く配るってあんまりいいことゃないんですよ、うんまあ、とはいえねとはいえ板書とか配っておりますけど毎回毎回ほらあの、ね、特化したじ重要ポイントってあるからね、うん、でもあの私は基本的にエフィシェントテキストと一問一答集だけでいいかなとあもちろん過去もはぜ大前提ですよ、ね、過去もはタンレボとかでね鍛えていくと。 まあ疎厳コツですわな。はい、でさらにですねあの、ちょっとね、これはど何色がいいかな。皆さん、赤蛍光ペン持っちょる持ってないやろ、ねなあの。赤のアンダーラインでもいいけどね。演習解説、えー、議論が一体化したものとして、担当サルベージゼミも年明けから開催いたします。担当 あ実践通れもありますよ、が、あの単なる神解説だけなので、あれは、単なる神解説だけで終わりたくない人は、ね、単ルね、短縮系です、担、え、当、ー、サルベージ、単、えー、ル、えー、詳細は、ね、年末ぐらいにお知らせできるかと思いますんで、ちょっと今しばらく待ってください、ね、担当に特化したゼミをやるんですよ、私が。 ね、で初見の問題に強くなるっていうところをテーマにしてますあの過去問は皆さん十分にやってるでしょうからまあ、過去問も出しますよちょっとあの難しめのでも、えー、やっぱ初見の問題に強くなることが合格に直結してきますからねあのー、そこを鍛えていくとねしかも私の解説ありだしあの質問し放題だしいいですよねうん あのちょっとね、時々あの私にあの質問が来るんですけど、エルターとかにメールでね、で、講座取ってないとね、まあ、あのすいませんけど、放置プレイになるんで、あのなんか講座取ってください、タ <laughs> ンレボとか、で、何も取ってないのに質問だけされてもね、こっちは放置プレイにしちゃいますよ、ええ、あのだって答える大義名分ないもん。ああ だから、なんかあの講座取ってくださいよ単レボか理想ンドはね、はい。で、あの、まあ、帰還講座でもいい。ただ、期間講座はあの、あれ、質問チューター制度がついてるから、まあ、別に俺に聞かなくてもね、質問チューター制度を利用すればいいんだよね。はいえー、合格率から見て、えーえ、合格率から見れば安定する。ああ これありがたいね。今年のデータが出てるやないですよ、ほら。これ見てください。ほら、ありがてえわ。ね。で、担当はね、ここ最近難しいね。ほら。ちょっといい担当の合格率、ここ最近の。11、10、12。安定してるよね。まあ、10, 10前後とでも言いますか。で、論文、あれ論文の合格率高いね、これ。今までで一番高いんじゃねえのえあ、2番目か。 ちょっといいほら、ここ、えっ、ー、とね、いや、これは全だ棚引っ張っていわ二25前後だし、で、上も見ていくとね、28%ってセンあっ、ありましたね、平成24年、28.3%、ええー、だからこれについで2位ですよ、いや、今年はね、出血大サービスですね、これね、あの論文の合格率が、ねどうしたもんか、ね うん、で人数同じですよほら人数がうんどうですこれ人数同じ179人ねっこう実は今現在進行形だから最終合格率は分かりませんけどね分かります7って感じですけどああで全体のね受験生が若干こう減り気味だねちょっと増えてうん、ちょっと増えてまた減ってるかほら 令和2年少なかったねこれね多分コロナの影響だろうこれうんでえー、っとえ3800人増えたんだ一回うんでまた減ってきてるあらーって感じですねうんふ俺としてはね増えてほしいけどねうんやっぱりねあの弁理士はねこれから必要とされますよあの技術の多様化に伴いねでしかも若手の人とかねもう Z 世代の技術が増えてきますから まあ、そういう人もね、どんどん目指してほしいよね、もう私ぐらいになってくるとついていけないですよ、若者には。うん、いや、今の若者、すごい、ね、なんていうか、努力しなくてもこう分かるじゃん、その Z 世代と呼ばれる人たち、やっぱりね、もう、もう時代を感じますね、<laughs> えー、<laughs> はい、それでね、あの論文の対策いきますけど、えー、見ていきましょうか、論文。 えー、合格率はあ過去10年間ずっとねあー25%前後です <laughs> でもね4分の1受かれば大丈夫これねよくない考え方なんで青で塗りますよなんだ4分の1じゃねえかとね楽勝だわとねはいこれじゃ受からないんですよ、ね、つまり分かるあの普段のね通れんとあるじゃんあれでね4分の1入ってればいいわと。 これ受からないんですよ。なぜかわかります。はい、いいですか。なぜならば、二十五パーセントというのは。担当に受かっている人たちの中での合格率だからです。そうでしょう。うん、だからね、あの担当に受かっている人の中での二十五パーセントですよ。ということは、全体の、あの担当の受かっている人、受かっていない人、を全部ひっくるめると。やっぱり、十分の一以内に入ってないと。 安心できません、A、つまりね、偏差値言うと60以上。これが必要よ。ね。ああ。はい。で、あとね、これ言えます。皆さん、論文はね、各科目とも同じ戦略でいいと思ったら大間違いです。あこれ絶対大間違いなんですよ、うん。やっぱね、各科目ごとに見てる要素が、あの、 その人からこう、ね、伺い知れる能力は違うんですよ特実はこういう能力意装ではこういう能力商標ではこういう能力というね、あのー、見ようとしてる能力は違うということを忘れてはいけません。ねえーっとね、で不合格者に言えることはね戦略をもって望んでいないということです不合格者に共通戦略をもって望んでいないただ受けてるだけなんですよ。えーあの で愚直に望んでも受からないんですよ。ねあの論文ってね俺あの見てて分かるんだけど申し訳ないけどね分かっちゃうんですよねこの人んかなずっとやってても受からないだろうなみたいなえーえー、先生それ教えてくださいまあ教えますよっていうかいつも言ってることなんだけどなんかねいつもいつも場当たり的な答案書いてる人って絶対受からないんですよ。うん。何でか分かる理由簡単です。 場当たり的な答案を書いてるってことはその人の中に確固たるその方が身につ,ついてないんですよ。そうでしょ、うん、例えばさ例えばよ例えば俺格闘技好きだからさ格闘技の例で言うとよくあのほら今何だっけ流行りの,あの1分間で戦うやつ、ね、ブレイキングダウンですか、うん、あれ見てても本当よく分かるのはねあの全国のほら喧嘩自慢っていうのが集まるじゃない。ね あつまり、喧嘩自慢って、ねそのまあ喧嘩が強いんでしょうけどね、かっこたる型がないんですよ、ね、かっこたる型はないんでですよで喧嘩だから、別にその、まあ、ずるしてもいいんでしょうね、喧嘩だからね、例えばこうなナイフで切ろうが、なんか棒で叩こうがね、うん、でもさ、いわゆるボクシングとか、ね、MMA というのは、かっこたるルールの中で、しかもある程度、型があるわけじゃないですか、空手とか、もう本当に型重視じゃないですか。 そうでしょだからそういうのをねこう何十年もやってる人あの別に喧嘩は普通しないけど普段からそういうねあのスポーツとして北へ鍛錬抜いてる人がその全国の喧嘩自慢たる者とね戦ったら大体どっちが勝ちますそのプロスポーツの人が勝つでしょプロじゃなくてもいいんですよ別にその空手の型ができてる人ボクシングやってる人そうでしょだからね 結局論文もそれと一緒なんですよ、うん、型ができている人がやっぱり受かるんですわ、ええ、だからどんなにその長年やっていても受からない人というのはね、その人の中にかっこたる型一本筋の通ったものがないんです、ええ、で、それって読み手からあの言わしてもらうとすぐ分かっちゃうんですよ、ええ、この人には一本筋の通ったものがあるないということが分かっちゃうんです である人が受かるねそういうこと、うん、はい「特実」では時間のない中で、えー、妥協しつつもあーこれねピンクで塗るね「特実」はね時間がない中でもあ,あのいかにうまく折り合いをつけるかっていう能力を見てるんですよわかりますあ明細書でもそういう時ってありますよもう時間がない中でうまくちゃちゃっとまとめる力みたいなねうん 短いくまてくれみたいなお客さんの方から要求されることもあるしねあんまり長いと金もかかるしみたいな。はい、で衣装ではいかに流れよく読みやすい答案を書けるかっていうね、うん、まあすべての科目に言えるかもしれませんがね特に衣装ではそういう能力を見てるとまあ可能であれば一発書きだよね。はい、で商標ではねこういう能力見てます。 いかに完成度の高い答案をかけるかかどうか完成度の高い答案なんです商標は、うん、まあ逆に言うと特実はねガサつでもいいんですよ、うん、最低限の答えと条文ねあとまあ理由も書けったら理由も最低限ね書けるかどうかで特実ってね意外とねだからあのわざわざ出題者が「簡潔に」って書いてるのに 簡潔に書かない人、はい、はっきり言います。落ちます。えー、なぜかというと、えー、特許庁はね、まあ,あの試験のやっぱり指導権を握っているのは特許庁ですからね。あのー、こういう視点で論文は採点するということを忘れてはいけません。皆さん、ね、特許庁すなわち審査官とか審判官が我々弁理士の書いた書面を審査したり審,審理しているわけですよ。 と,となると必然的にこの人を受からせたときにこの人の文章を見るのが嫌か嫌じゃないかという視点から合否を決めてるっていうことを忘れてはいけませんなのでまあ毎年というか今年もそうでしたけど私が不合格点をつけた人でも受かってますなぜならば読みやすいからええ読みやすい人って本当得ですよ 本当に、ね、内容的にはどう考えても不合格点なんですが受かってますで逆にいいと案あのねあの俺,に俺もう見ないでおこうかなあの毎年は俺に再現と案見てくれっていう人いるんだけどもう恩情で見てあげてんだけどもう来年から見ないわどういう答案かというとあのワードとかで書いてくる人ああ勝ちたいでもう見ないああ外れるからあ,あ,あのねあのワードとかで書いてくる人ってもうそれだけで見栄えがいいわけじゃん まあだからこっちはもう内容で審査するしかないわけよ。で内容で合格点つけてもああ先生、落ちましたって言ってくるわけよ。先生が合格するって言ってくれたのに落ちましたと <laughs> で外れるわけですよ。だからね手書きがもう再現とは持ってこないで、うん、あの俺もほら正答率落ちるからねああ合否の,の当て率が、ね、俺も困るんで、うん、だからもう手書き以外見ない、うん、で手書きの要素も踏まえて俺はあの採点してるんで。うん まあそういういことですよだから、あの内容良くても落ちるんですよ読みづらい答案というのはねなんていうかこう自分本位というかあのラーメン屋でもあるじゃんラーメン屋でものラーメン屋の店主としてはね自分では世界一美味しいラーメンを作ってるつもりなんだけど客が来ないと。で <laughs>、ね、それと一緒なんだよ。うん、結局ね自分本位でいいものをあのやっててもね客がそれをあのそう感じないとね意味ないんですよ。うん だからあ,のあくまで特許庁目線第三者目線でこの文章を読みやすいかなというのを、ね、こう自分で書いた文章をまあもう1回、ねまあ、すぐ見るとなんかほら自分の記憶があるから、まあ、読みにくくても読みやすいんですけどあのちょっと、ね、1週間ぐらい経って見てみうわ、なんだこれ読みづらいわ俺の答案みたいなわ、ねうん、かると思うから、うん、であと、ね、あのこれも、ね、明確な傾向が出てるんですよ。 あのもちろんワードとかで書いた人はないよちゃんとね再現答案から言えることがあるんですもうこれね間違いない、うん、小さい文字で書く人落ちます大きな文字で書く人受かりやすいですええ間違いないですでなんでかなと考えるとね多分ですけど試験員ってやっぱ年配の人が多いんですようん だからやっぱ、ね、俺もそうですけど、俺も最近ちょっとね、あのメガネ2種類用意しちゃってますよ。前はもうこれだけでよかったんだよね。最近はやっぱあのパソコンの作業とかなんかこう,こういう法文集もそうだけどね、ちょっとやっぱきついもんね、このちっちゃい文字って、ね、最近ね、あこう話さないと見えにくいしだか,らだから分かるでしょ、ね、あの試験って、まあ、俺と同等かもっと上の人たちが多いんだから。うんまあ、だから、ね、も文字が小さい人ってね 下手するともう読んでもらえてないかもよ。いいこと書いてても。うん、こんなん読,読みたくねえわーっつって。ね。うん。だから字の大きな人ってね、得なんですよ。字が大きくて読みやすい人。とあの内容が間違ってても受かります。<laughs> マジでこれ。うん。あ、だから自分本位で答案こう書いてる人ね、ちょっとあの。考えとるや、要するに、ね、人の気持ちが分かんねえんだよ。あ。ね。やっぱりあの、それってね、答案に出るんですよ。 あの人の気持ちが分かる人の答案ってねあの出るんですそれってうんでやっぱり採点者も分かるんだろうねあ,あこういう人が明細書書いてくれるとあの産業の発達に貢献するなとねこういう人たちを受からせると産業の発達を阻害するなとね <laughs> そういうことだと思うよ結局うんはいこれが分かってないとあの二の舞を演じることになるでしょうねはいはい でその辺の極意はね、そうです、あのー、まあ、やっぱりね受かって、受かってきた人がね、言ってくれましたよ、やっぱりね、この理想と現実、めちゃくちゃ良かったですよ、で、なんでいいかというと、私が2種類の答案用意してるからね、でやっぱね、初めて見た人はびっくりするんですよ、何がびっくりするって、え先生、こんなぱっとしない答んで受かるんですかと、失礼なこと言うな、パッとしないと。ねえー いや、受かるから、あのー、ね、示してるんですよ。受からないものは示しませんよ。そうなんですよ。だからね、そういう人ってどういう人かというと、いわゆる予備校の模範答案に読されてきた人なんです。ね。模範答案ってこういうもんだって、あの、ね、まあ、あ、レックに限らずですけど、なんかもう完璧に書いてるじゃないですか。ね。あんなの絵に描いた餅ですよ、ね。現場で描けるわけがない。あの分量。 あの分量ねちょっと仮に写経してみてください絶対収まらんからうん自信があるね収まらないね俺も書けないわうんだから私は自分だったら書けるっていうキャパシティの範囲で答案書いてるんですよねだからそれがやっぱりその評判がいい秘訣でしょうねまあしかもあのね量が少ないからこれだったら書けるとね現実と案はまあもう本当にねそういう視点に立ってるんですよ ね、例えばあの陸上競技の世界記録保持者、ね、ウサイン・ボルト選手がいますよね、うん、あの短距離で世界記録保持者、誰にも打ち破られてないんでしょ。で、あの選手は俺、びっくりしようとあるんですよ、なんか大会でさ、あれ、4位だよみたいな、4位か3位だったんですけどね、あれ、もうなんかこう、実力落ちたんやなと思ったんですよ、違う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 、手抜いてるんです、えいい意味で。ね、だって、常に全力疾走してたら、疲れるじゃん。 そそうそうだからもう予選通過はもう予選ギリギリでいいからねつまり加減ができるんですよわかりますこれです真の実力者は加減ができるんですねうんあのプロ野球のピッチャーもそう加減ができるのは常にね常に剛速球ばっかり投げてたらもう肩痛めるぜうん、うん、だから緩急ね緩急の使い分けですようんね あの七色の投球の魔術師と言われた東を治むとかねうんまあ速いボールも投げられるけど超緩いボールもねあの投げられるとねうん、そういうふうにしてあのやっぱりあの論文もそうなんですようん緩球つけられる力をつけてほしいでこれは引いては明細書もそうなんですよ特許明細書もまあ客作から超気合入れて書いてくれって言われることもあるしもうこれね これノルマの特許さんだからね、もういい、先生、いいですよ、手抜いて帰ってくださいって言われる場合もあるんですよ、特許なんか取らなくていいんですよってって、最低限の料金でお願いしますみたいなね、もう拒絶されてもいいですよ、っていうか審査請求もしませんので、とか言ってああ、もうノルマもあるじゃん、あの会社ごとにね、一人一件とか、うん、そういうのは別にもそれだけだから、目的が、特許なんか取る必要ないんですよ、うん、だから楽ですよね、こっちもね。はい でえー、っとそうね過去問十分やったわという人もいるでしょうねだから過去問やってるい人はまず過去問ですよ理想現でねっ理想と現実だからねあの論文のあのー、理想と現実ね結婚生活の理想と現実はねえからね言っとくけどそれは俺専門家じゃねえから、うん、それちょっとあのー、別の人に相談してうんはい論文の理想と現実は教えるけどねおい で過去問十分やったわという人はね、あの中上級コースに論文シーケンスね、あこれね、これもなかなかいい講座ですよ。あとね、今日から始まる論文上級討練、年明けから始まる論文実践討練というのがあるわ。ねまあ他にもね、エルゼミスペシャルとかあるんだけど、もう始まっちゃったからね、これはちょっともう、もうね、最終便発車っつって、駅からもうね、あのいなくなっておりますんで、ね。 これはもう取れも取ませんだから上級トレーニン練今日から始まりますよ皆さん、ね、あの今日現場でエルタワで始まるし、まあ、別に今日じゃなくても通信で、ね、取ってもいいんですけどあのどういう力をつけるかというとやっぱりね今年もそうでしたけどあの特許法でねあ,のあれ出たじゃないですか在外者送達ねこういうのが、ね、あの出た時にやっぱりね あの論文チックな勉強ばっかりしとってね多分びっくりすると思うんですよ、ね、だからやっぱりあの担当から来てる人がね強いというのはそういうところにあるんですねあの今年もそうでした担当を突破して論文を突破したの方が多かったですええ論文だけあの担当免除でこれあんまり受かってないですよだからそういう細かい知識も聞いていくから論文上級棟練ねああ あとは初見の問題に強くなるというね。うん、過去問はほらあの今年のね、特実21やなくて2はね、あれははっきり言います今年の R5 のこれはね過去問寄せ集めセットでしたねあれ、うん、だってよプラバスタチン事件出てんねえメシルサン・カモスタット事件出てんねっソメノ説出たゃんソメノ説というのは特許性調査機能調査改良発展目的ね それからほらほ差し止め請求の単独請求出たじゃん。ねあ差し止め請求共有の場合の単独可否。そしてあの140の世出たやん。140の世平成27年に出てるよ。ほら過去問寄せ集めセット。こういうのもね、理想源が強いよね。うん、でその一方で特実一みたいな問題は、あるいはほら、衣装法のね、衣装法でウォーキングビーム事件でしかも穴、ね、なんか会話の穴埋め問題みたいな。 ああいうのはやっぱね上級等連だよねまあ俺もねそういうのを出し見ようかなともあのねあのなんか会話の中の一部を埋めようみたいなちょっと頑張って作ってみようかなねあるいは相談に来ましたお客さんがねその相談内容に対するその弁理士としての回答をね適当に俺が回答してさあそれが適切かどうかとかねなんか面白い問題作ってみようかなと思っちょりますけんええー、ねえはい それで一定レベル以上の難易度を維持したあ両門のオンパレードですよ。そうです、えー、だからね、ぜひともおご受講いただき、論文試験突破につなげてほしいですよね。そうとにかくね、今日スタートしますから、これ、論文上級答練ね、うん。いや、いい問題ですよ。でしかも、私が採点するしね。うんまあ、ちょっと通信のの人はねあの 人数が多いとちょっと私ではまかないきれんけどねええー、まあやっぱりねあのー、皆さん弁理士の仕事をねその事務所でこの補助者としてやってる人なら分かるけどやっぱり文章作成能力は一番その重要なんですよねあの何、ーうん、て言うかね、えー、事務事務能力じゃ事務能力は高い方がいいよでも事務能力は事務の人に任せればいいんだよなそうでしょ ああもちろん一人で何でもかんでもやってる一人事務所とかだったらねあの事務能力も高い方がいいに決まってんだけど大手事務所はほらもう分業がほらはっきりしてるからうんだから事務は事務弁理書は明細書とか意見書とか答弁書とか作成すればいいねあるいはしんとり訴訟のね訴状とか答弁書とかねそういうのに専念すればいいんですよだから文章作成能力ねこれが一番ですああ何はともあれ はい、そこはもう一番の適性として重要になっているだから逆に言うとね文章を書くのが嫌いなな人は鼻から便利者を目指さいいい方がいいです、ね、<laughs> いやそれだけ言っとくよあの意味ないね文章を書く仕事なんだよなねあ俺もね嫌いだったですよあのだ,だから理系に行ったっていうのもあるけどね、うん、でもねなんか人間って変わるんですよね途中から文系チックな人間になってきたんでまあ苦じゃなくなったっていうか。 そうそう,そうあのー、まあ理系人間から文系人間になっちゃったね性格的にも、うん、あんまり細かいことにこだわらないというかねもうそんなええやんかみたいなね、うん、もうそんなもうけせらせらだよと、うんあのー、あんまりね小さなことにこだわらなくなりましたね、うん、大きなことにはこだわるけど小さなことにはこだわらない人間になってきましたよええー、よし行くぞウトはい じゃあ口実、言ってみようかね。口、う、実、ん、あのー、今、ね、現在進行形でやってるんだよね、はいえー。従来の暗証型から現場試行型、そうねちょっと黒アンダーライン、従来は、ね、暗証型だったんですよ。ところが、ねあ、現場試行型に変貌を遂げつつありますね。はい、これはおそらく、あのー、顧客対応能力だと思います。顧客対応能力、ね で今後の実務面を考えるとね、えーっとあの、なんていうか、覚えても使えない知識ね、そうそう、意味ないじゃん、覚えても使えない知識、ね、今の義務教育と一緒ですよ、えー、覚えても全然使い物にならないじゃないですか、義務教育ってね、義務教育ってね、あれね、あれですよ、従順な人養成、えー、カリキュラムっていう感じですかね、うんあの、ただそれだけなんじゃないですか。はい だって優秀な人ってさあの別に学校中退しようが学歴は低かろうがねあの活躍してるじゃないですか、うん、だから覚えても仕方がない知識はねあの気づいたんじゃないですかだからそういうのを出してもしゃあないとだからやっぱりその場で聞かれたあの事案に対して迅速かつ的確に答えられる力を身につけることのほうがねよっぽどあの重要と言えるからねああそういうことですこれ緑のとこがね理由付けだからね そそうそうだから皆さんもね、あのー、なんていうかね、とっさの判断、これがねできるようになったわけです。ね、私もあのとっさの判断が求められたときに、後で公開することってよくあるんですけど、ああ、あのとき答えてくれよかったとっいう、でもね、いいんですよ、そういう、ああ、しまった、あのときこういう答え方をしておけばよかったという経験をいっぱい積み重ねることで、あの経験値を高めることで、あのいい方向に進みます。えー、ね でしかもあのお客さんってね、あの我々に持ってくる案件ってね、常に新規性がありますよ、だってそうでしょ、新規性、進歩性があるのが発明なんだよなで進歩性がないと特許にならないでしょ、だから逆に言うとさ、高知技術を依頼してもしゃあないんだからね、だからこっちもあの初見の問題なわけですよ、そういう意味では、従来技術と異なる初見の問題点をあの持ってくるわけですね。 だからそれれやっぱりその現場でで対峙すするる能力っていうのが求めららてるわけですねだから暗記ってねあんまり意味がないというかまあもちろんあの最低限のことは覚えておく必要があるんだけどそれよりも大部分はね、うん、だから過去の知識って3割ぐらいは役に立つんだけど残りの7割っていうのはやっぱり起点の聞き方とか現場思考力とかあのその場のなんていうかこう雰囲気空気感を読める力とか。 本番に強い力、大胆の「たって書いて「た力力、ね、この辺がやっぱり求められるんじゃないかなと思いますね。うんはい、で、私の講義はね、すべて口述対策を念頭に置いていってると言っても過言じゃありません、ね。皆さん、あの私はね、まあ、最近ちょっとコロナをあの景気としてね、あんまり当てなくなりましたけど、 あのほらもう前はねもう期間中には当てまくってましたやっぱりコロナを景気としてねちょっと衛生面を考えてあんまり当てなくなりましたけどそれでも時々ね、ねはいってあの答えてくれってってやったりしますねで生講義で当てられその場でねあの答えていくこと、うん、の積み重ねが自信につながりね確信につながっていくとねだから私の講座は、ね、常に口述を念頭に入れてます。ね、うん でやっぱりそのまあ、私も見本見せないといけないから私も皆さんにとって聞き取りやすい口調で聞き取りやすいスピードで喋ることを心がけておりますからもし、分かりにくいです先生と声のトーンが低いですとかあったらね遠慮なく言ってください改善していきますからねあー改善あるのみって感じですよ。あねやっぱりあのー、聞き取りやすさって、ね、すごく大事。ね あの特に長期間にわたる講座になればなるほどねあの何言ってるかわからないような講義をね1年間2年間とはねあの聞き続けることのこの苦痛を考えるとやっぱり私もね身が引き締まる思いですいかにすれば皆さんが聞きやすいかねそういうことを常日頃から追求していってますんでええー、はいじゃああのなんだあーこれねあちょっとね皆さんねあのまだ大丈夫時間もうないかなはい。 あの何をしたいかというとねちょっと皆さんねこの担当これ令和5年に特化してるんですけどあの私はねあのその満点は取る必要ないと思うんですよ四十数点取ればいいと思ってるんですよねじゃあまずね皆さんね50%だけちょっとあのピンクで塗ってもらえますか50%超え塗り間違えないでね 50未満塗らなくていいよおーありがたいね。 はい今、塗りました、ちょっとね、数えてみますから、えー、ヨウシ、ヨシイクゾーストアーネストホースをね、はーい、じゃあね、数えていこうかな、2> 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26。 はい42点です皆さん合格ですめでたく合格ですね何が言いたいか分かるはいみんなができる問題さえできれば受かるんですよということなんですねうんうんねだからさ この、なんていうの、マニアックな正当率の十何パーセントでもありますけどね、全然全然、間違っても構いません。ええー。で、落ちる人の発想ってね、あの、大体決まってこうなんですよ。こういうね、パーセンテージの低いやつほどね、取りに行こうとします。ね。だから落ちるんですよ。ええー、はっきり言いますけど、受かる人って、ね、メジャーなところでしか勝負しません。あああの、 去年かおととしの合格者で俺一発合格者対談したときにその人は言ってましたよあのね一1回で受かるためにはベテラン受験生の勉強を真似してもだめだとつまりどういうことかというとベテラン受験生というのは実力あるから自然的に上級的なことをやるし求めていくとで自分はもうそういう実力はないとならばデータ的に出やすいところだけをやる。 あとはもう運が悪いと思って諦めるねそういう発想で臨んだって言うんですよ結果的にその人50点取りましたからねそういう発想で担当50点で論文も一発合格最終合格も含めほらやっぱりそういう発想の人って受かるんだなと思いましたね、えー、だからね例えば俺みたいによ俺とかあの学者みたいにそのやる人はねそれはマニアックなところまでやってないとさね あのい,いかなる質問に対しても答えられるっていうね力がないと困るけど皆さん別にさあの俺みたいに交渉やるとか必要ねえんだよ受かりさえすればいいんだよ受かってその余力でもって実務に投入してくれよその余力をなマニアックなところなんかもう知らんでもいいわ、うん、メジャーなところやっぱり知っておけよと、うん、で余力でもってあの実,力実務にあ投入してくれ 残りの力をいわゆる燃え尽きてしもうたら意味がないんだわ燃え尽き症候群になったら意味がないんだわ,だいんだわということをね言っておきたいはいあとは今年の問題やねこれね今年の問題ですわうんまあ,あのご覧の通りですと <laughs> しか言いようがないんだよねえー、えー、あ今今見たけどねやっぱりあのー 衣装法って面白いね会話の問題が出てるねねこれね会話の穴埋め問題みたいなね、うん、そうなんですよまあ一行問題とその事例問題がうまく融合するなって感じですよね意証商標はねはいまあ使用許諾制度あそうそうそう使用許諾制度もね言ってましたよあの受かった人がいや先生の理想と現実が超助かりましたとねなんであ理想と現実ここにねあります なんで助かったかというとね、ええ、なんと平成9年に繰り率な問題が出てるんですよ。ね、で今時さ平成9年の問題って、あのー、問題集ないじゃんそんな、ね。平成9年の過去問なんてこれ理想源すごいですよ平成28年ということはね平成8年から載ってるんですよだから平成9年でしょ平成9年の意証法あごめん商標法。 使用許諾制度が載ってるんですよ、ね、うんほらこれって基本問題じゃんほら全部そうよこのカッコ1とカッコに合わせて基本レジュメみたいなこれってもまさに平成29年の去問ですよあ平成9年のねえあだからやっぱりあの古いからね出ないということはないんだよむしろ古いのは危ないなぜ危ないかその頃の合格者が 今試験員となって活躍するからです、ね、だから自分たちが勉強してきた頃のレジュメを見るおおこの頃の過去も今頃勉強してるやつはいねえだろうだから出すんですよ。ねあの平成9九年だったかなちょっと待ってよ。えっとねああ思い出した平成12年の商標法が平成29年に出てるからね。うん、平成12年の 異議申し立てと向こう審判の比較が平成29年に出てますからほらやっぱりこの頃の過去も出しうるとね、うん最近のはもうみんなやってる野郎からちことで出さんけどねそういうことなんですよえー、はいまあそんなところですかね皆さんねうんはい じゃあねちょっとね、そうだな、ちょっと特実の特徴も見ていこうか、ね、特実あの復習になるからね、うん、ほら、在外者であるコーはあの、指定国として日本を含む外国でされた国際出願であって、いやいや野さん、大公の規定により特許さんと見なされた国際線、これ、ありがたいよね、もう外国を特許さんって言ってるんですよ、ほら、ありがたいことに。ね うん、だからその普通の問題は国際図ンの中でもこれは外国を特許さんだって認定する必要があるけどもう上文もねここに「いやよの産代行」とか書いてくれてるしね、うん、ありがたいですよね、うん、だから「いやよのん代行」っというのはもう答案に書かなくていいということよ、うん、で本件国際図ンの手続きね適法にされたって書いてるでしょ うん、でこのお書きは何を言ってるか分かるなお出願人の恋の有無が問われる手続きは考慮しないとつまりあの無恋の追加は考えないってことよこれねうんうんあのー、ちょっと書いておこうか恋出ない追加があるじゃん今正当理由だったやつ前、ね、恋出ない場合の追加まあ救済って言った方がいいのかなうんこれは考慮しないってことよ うん、でもね書,書いた人いるんですよね書,書かなくていいのにはいで以上を前提に1から3に答えにしたいとね、うん、ここで重要なのはねこれです各説問それぞれ独立ですわああそ,それぞれ独立独立独っですわ、ねうん、であの問題に示されてない事実をあえて仮定し論じるのは最近流行りだよねこれ仮定形で書くなと。 最近流行りですよトレンドです。ね、うん。俺もこのトレンドをね、使っていこうかなと思いますよ、ところどころね。じゃあ1、1、はいこれは、本県外国語特許さんに関して、在外者だろう、日本国の便利士を継これもね、なかなか面白い問題じゃないうん、あの、あれですよ、普通さ、クライアントが在外者という問題多いじゃん。ね ああまあ、実際クライアントも在外者ですけどね、ほら、うん。でもね、これ、弁理士が在外者なんですよ。在外者弁理士ですよ。ね。ああ、日本国特許庁にあの対する手続きを委任したいと、この在外者弁理士に。だめだわ。ね。この場合、あのおツはね、えー、公の委任により、 あ特管人として特許庁に対して手続きをすることができるかだけどだめだよね在外者はダメよええー、んでかというとこれ俺の語呂合わせが役に立ちますよ。ね、うん、うん。特管大日あ特管大、えー、日受磨共有という語呂合わせなんですよ。特管特許管理人というのはね、えー、代理人。 えー、日,本日本にあの、えー、財産がある者の,の管理人特幹第二日,日本に住所または居所がある者ね特幹第二次竜共有ね住所または居所を有する者それが特幹人なんですよ。ね、うん、えー、ちょっと見ましょうかね八条に答えがありますよ。ね特幹第二次竜共有です。今私がね 語呂合わせで言ったのがあるかどうかうんこれですねここにありますよえっ、ー、とね「特観」でしょ「お大」ね代理人」人大理」であって日本国内にあ日本国の日「大日」「十」「まあ」または「のまあ」「今日」「言う」ねえあとは特幹「特観」 はい、特艦大日呪魔教ねほら、これ覚えておくと強いわけです。これね、出たから開発したんじゃないよ。もう昔から俺、開発してんだから。俺が受験生の頃から。特艦大日呪魔教、ねうん特許に関する代理人であって、ね、日本に住所または居所を有するもの。うんはい、じゃあ次、ああのいいね。 うん、あの本件外国を特許者に関して、こう自らが特艦人を選任せずに、ほら、今度はね、特艦人を選任せずにって言ってるから、これも悪いわねで、日本国特許庁に、あ対して手続きをすることができる時期的制限ね、あ、これはどうすればいいですか。ね 時期的制限。うん、これはね。いやよの。おお、十一の代行ですよね。うん、国内処理基準時までって書いてるよ。だからよ、これってね、なんか担当チックでしょね。だから皆さんね。担当チックな勉強もしないといけないですよ、論文。ね。だからその、私が今日からやる。あの、上級党内はね。そういう能力を。高めます。 担当チックなあ実力をつけることで論文に対する苦手を払拭するとねあでその上ですることができる手続きの具体例をああの特許法のえっ、ー、と条項を例示して少なくとも3つあげようこれありがたいよねあこれ超ありがたい少なくとも3つとか書いてるからもうあの分かっちゃうよね。 うん、少なくともだから書手本ですよ。うん、3つあげればいいですよ。で少なくともだから4つあげてもいいわけですよ。書,書手本審査請求ですわ。まあ、ちょっと漢字が変になりましたよ。書手本申請。ね、国内書面手数料翻訳文審査請求書手本申請。 ね、で本当だったら書手本申請管理人なんだけどこれは管理人がいなくてもという条件だからね管理人書かなくていいわ。ね書手本申請で毎年出ますからねこの辺毎年来年もおそらく出るでしょう、ねうん、しかもこれ国,際え国内国際型 ね、国内国際型優先権ですよね、たぶん。あそれはね、ごめん、ごめん、あのー、いや、ここではこれを書いちゃいかんねえ、うん、すみません、これ、説問2でしたわ、あそれはね、説問2ですよ、ね、ごめんね、あ今もうせっかく書いちゃったんで、ちょっとこう書きますわ、これ、説問2ね。うん 国,内国際は説問1は、ね、ただの国際特許さんです。はいえー、ああしかも、ね、ごめんなさい、ね、説問には括弧じゃないね、ただの数字の説問にでしたね。はい、じゃあ、続きいきますよ、ああ本件外国特許さんについて、こうが処理基準時の属する後、非後。 継承令で定める期間内に、管理人の選任届出をお日本国特許庁にしなかったとお、しなかった場合、ね、で、こうが、あえー、取り得る手続き、取り得る手続き、これ、オレンジのトイレーうえ、ん、な、で、そのおこうか、えー、こうか。 あちょっと待ってよ、効果。効果というのは、やった場合の効果だろうね、これね。だからオレンジエヌールは。で、合わせて、ほら、手続きをしなかった場合の効果。うん、ほら、もうまさにね、担当レベル。担当チックです。で、まず一番楽な、これからいきましょう。これ、手続きしなかったらどうなりますかはい、有名な、いやヨの11第5項ですよね。えー、で手続きっていうのは、何を意味しますか うん。いやいや、この11の4項ですわ。奨励期間内に出せようと、ね。で、効果だから、効果はね、確か後ろにあったと思うわ。ちょっと待ってね。えー、あ,ありましたね。7項ですね。7項です。やった場合の効果は。はい、ちょっとめんどくさいからね、丸7だけ書いてみますね。 はいいいこれでいいです、うん、まさに担当チック。ねえ、もうこれ、論文の力じゃないですよ。担当的な要素です。淡々と答えていく。ねえ、うん。じゃあ、次のページ行ってみようか。あこれもね、問題、あまだね、設問さんがある。だからやっぱね、俺、改めて思ったけど、特実性、時間との戦いだよね。マジで。 うん、だからね、そんなに分量かけないよ、もともと。はい、河は、えー、適法にあの管理人兵のを専任届け出をした上で、外国を特許者の手続きを進めていたが、あの拒絶査定服審判の診療を得て、審理の終結通知がされた、はいはいで、ここからね、よかなる、よからぬことに発展します、青で塗ってください。 平和は心,心理集結通知を受けた後すぐにあの辞任しあその後新たな特化には選任されなかったとあっちゃーあっちゃって感じですよねええー、でこの場合の心血統本の送達の方法及び効果を説明せよってあるよ、ね、これ黒か青にしようかね 心血の,の等本の、えー、方法及びその効果ね、えー、はいそれでまだ文章が続くその際審理の集結通知はあのー、再開は行わなかったものとし公の住所は明らかなものとする、うん、なお総、えー、達実施期間及び公事総達については 言及する必要はないということやね。で、これはね、まずあの真っ先に、どの条文が思いつかなければならないかというとね、俺もちょっとガチで答えるわ、これ、見ないでね。191条だと思いますね。ちょっと見てみましょうか。191だと思います。えーえー、はい、191、見ますよ。はい 送達を受けるべきものの住所、居所その他、送達をすべき場所を知れないとき、またはあ、あ、これ、ごめんなさい、191条があの工事送達でしたわ、<laughs> すいません、だからね、こういうに工事送達あるじゃん、これ,これが191条でしたわ、ね、191条には言及しなくていいということです、だからごめんなさい、192条です。 在会社にほら在会社に特許管理人がある時はその特許管理人に相達しなければならないはいあかんだないこれはだからこのケースはないんですよね、うん在会社に特管にあるじゃないですか俺だから1項じゃないよねああ答案としてはじゃあ次、うん、2個見ようか在会社に特管人がいない時は書類を書き 航空扱いとした書き留め郵便、えー、カッコは長いに付して発送することができると。ねこれですよ、方法。うん、だからね、これはね、答えとしては、ちょっと書いていくね。方法というのは、192条の2項でしたね。あ、百192条2項でしたよね。はい。 そして、えー、効果ですから参考を見ればいいんですよ。全項の規定により書類を書き留め郵便にて付し,た付して発送したときは発送の時に送達があったものとみなす。ほらだから効果は192条の参考ですよ。もう完全に担当チックですよね。えー、どうですかいうどんですかいって感じでしょ。うーん。はい。 それでちょっとね、これもあの長えから、もうあんまり時間がないからね、あのこういう問題が出た時の対処方法だけ教えてみますわ。これって、これで一塊なんですよ。ね、つまり、説問がないでしょ。説問というか、これ全体が説問ですよ。カッコ1とかカッコ2とかはないでしょ。こういう問題はまずどうするか。直接事項を探せ。ええー。それはどこに書いてあるか。うん。これです。ええー。 以上を前提に、ここです。四角で囲みましょう。ね、ほら、以上を前提に、日本語特出 B に適用される理由権についてあの、肉一さんに掲げる発明に該当するか否かの判断基準ね。で、これは、あの翌年条文だよ、ちょっと青で塗るわ、肉一さん。ね でその際、関連する条約、おお、ほら、関連する条約の規定、えー、これは緑塗ろうかね、根拠条文でしょ、うん、条約とか特許法の、うん、で、当てはめながら考えろよと、ねえあ、これはね、いい問題だよね、じゃあ、今日はね、この時系列だけ回答終わるわ、ね、うん、時系列が書けるかどうかも実力のうちだけ、ね。 で私は、ね、あの縦時系の方が、ね、やっぱねこうほら問題文も上から下にいってるからねいいんですよ。横よりね全然いいですよ。じ、う、ゃ、ん、例えばねあのこれは特殊栄養者やろだから RA112 月13日、えっと、AE って書いてあいいな、うん。これでいいじゃん。ね で仮線設定、まああの、アンドってやっとこうかね、アンド、オツに、えー、仮線設定と。こうでいいじゃん。ね、あということは、これはオツじゃねえな、すみません、へいですね。はいじゃあ次ねあ、はい、次の時系列、今のはこの12月13日です。 はい、で次にね、こうは、胃を改良し、胃、e、を改良した胃をし、R2、あの,ーえー、との11月27日に、えー B、B ですか、B を行った、あーえー、色、B 色でいいわあ、これをやりましたと。ねえあ でしかもこれ、優先権を伴っちうるね。言うて書くといい。言う。うん。で、これはね、あのー、えっ、ー、と、国際って書いてますよね。うん。で、何語で行ってるこれ。えっ、ー、と、日本語。日本語で行ってるわ。うん。つまり、日出だね、これ。日出 B だよ。ちょっと細ペンで書いていくるね。日本語特許すなんだよ。 えー、っていうことは自己指定型の PCT82B だね。うん。自己指定型国内優先権だよ。うんうん。なるほどな。見えてきたな。うん。で、ここによ。あの、こうやって書いてくれ。おつの承諾を得ることなくって書いてるから、英語で Without って書いてくれ。Without。ね。おつの承諾と。ね。これもなんか、書いてほしいんだろ。うん、なんか。 ね承諾いらないよね本当は。あでえー、と兵がね二千えっ、ー、と兵が R2 の5月、うん、これちょっと青であれしようか、ね、R2 のー5月に、えー、インターネットコーチだね、うん、インターコンチネンタルだねインターコーチって書いておくかインターコーチ色。ね よし行くぞそうだうんもう答え見えてきたよねっうんだからもうねはっきり言いましょうこれさ「い」いわねこれ勝てますよねこうほら優先権の利益でほらだからピンクで塗ってくれねあーんピンクでその逆向き矢印。優先権の利益あるじゃんねでも「ロはねこれ優先権の利益なしだねだから青だようん だから結論としてはねえー、っとあのこういうことになるわもう結論も出せるわ書い,書いておこうねアンサーうんまあだからあのえー、っとなんていうかね「い」「い」については「あ2」「1」「3」に当たらないと。ねで理由は「41条2項」でいいわなああねえ。 うん、そして逆にねあのー「ロはねえー、っと「青」で書こうかな「ロは2区13に該当するわな優先権の利益はねえもんだからああだから拒絶理由だから49条2号入れとこうかねえこういうコツなんですよ41条2号2号はいい条文だからミドレンジャーで塗っとくわねえ よし草原骨ですわねえはい。だから自己指定型優先権の問題でした。しかも肉一さんに特化した。ねえはい。むしろね、あのあれ、令和4年の方が本格的な時系列3点セットでしたね。えー。ということで今日はね、この、あ、ちなみにこれいらないです。ね。ウィザウトオツの承諾はね、オレンジ塗っておいてください。うんうん。これはね、 あの条文入れときますわああえー、っとこうやって「いやよの15第1項にて、えー、4011正し書き、えー、不適用」って書いてよーしこれでいいわこれで完璧だよね で上級とオはねこういうふうに過去問にもこうあの切り込んでいくからっていうのは俺がやっぱりこう何らかの過去問を意識したりしてるもんだからねええー、そういうことであのやっていきたいとねちょっと特実一だけしか時間がなかったけどねまあそういう感じで他の問題もねもしベースに作るとしたらあのそういうふうにやっていくからねええー、じゃあ今日はこの辺でいきましょうねはい。 それではもしあのまとめですけどねもし過去問が全然やってないという人はこの理想源がいいです、ねうん、担当もあの担当だったら単レボがいいです過去問ね過去問避けて通れないよ過去問十分やったわという人、ね、過去問十分やったわという人はあの論文上級答練、ね、実践答練もついてるからほら、ね、論文上級答練ベースアッププラスね 上級当連、実践当連、完成当連ついてるよ。まあもちろん、あの、これだけ取ってもいいけどね。上級当連だけ取ってもいいけどね。あと、審査基準が弱い人とか、判例が弱い人向けのオプショナル的な講座も、まあオプションで取れますからね。えー、どうですかい、うどんですかい。ね。うん。で、あとは、あの、今、現在進行形で走ってる論文シーケンス。ね。 これはあの論文インプット系中上級向け口実まで見据えてますはいそして担当は担当エフィシェント効率性を重視してますね今ある知識を合格できる知識構成変革し担当を制覇まあとにかく効率重視俺にとっても受験生にとってもそういう感じですで年明けには担当サルベージとかね論文サルベージとかあるからそういうのを 取っていくといいね。はい、じゃあ、終わりたいと思います。ええ、二千二十四年向けの,あがあのガイダンスという位置づけで、あ今日はね。論文合格発表から見る、便利試験の最新動向。レクセン。銀行士の宮口がお送りいたしました。どうも、お疲れさんです。ね、ぜひ、あの、来年ね、あの、最後に、これだけというね、この。 このデータに反映されるこの最終合格に皆さんが、皆さんの一人がこの最終合格者に入るようにね、頑張っていきましょうね ?6.1% ですけどね、最近ね。今年はまだ分かっておりません。以上ですどうもご清聴ありがとうございました